乗ってればいつか逆に人生だ何もないっていうのもなんかあんま覚えてなかったですけど今見つかるといいですね。意外と座右の銘を持ってないドライバーさんがとても多くてびっくりしました。みんな調べますね。そうですね、まあ、ということで、はい、次行きたいと思います、はい、どんな座右の銘が生まれるのでしょうか。私の心に響く座右の銘はあるのか。あるのか。 SF 調査隊です。すごいですね、テンションが元気に行きたいと思います。山下選手、はい、ズバリ座右の銘を教えてください。石の上にも3年。おー、そんなかかる。まあ、SF8 年目になるんですけど、実際3年以上やってるけど結果出ないということで、でも乗ってればいつかいいことあるだろうということです。はい、優勝目指して頑張ってください。頑張ってありがとうございます。ありがとうございます。 SF 調査隊です。テンション高いついてきてください。はい、小高選手、ズバリ座右の銘を教えてください。座右の銘。座右の銘わかる？わかんないです。座右の銘ってな、まあわかりますけど、なんとなくは。もっと調べてもいいよ。よしな、しん。リスクのない人生なんて逆にリスクだ。本田圭佑。かっこいいですね。それにします？それにします。じゃあします。じゃあもう一回言う。じゃあカメラに向かって。もう一回もう一回もう一回。見ながらなんだ。見ながらリスクのない人生なんて逆にリスクだ。はい。小田選手、ズバリ座右の銘を教えてください。リスクのない人生なんて逆に人生だ。下手くそ。なんでしたっけ。小高選手、ズバリ座右の銘は。リスクのない人生なんて逆にリスクだ。その心は。レースも常にリスクを背負いながらやっているので、リスクのない人生は逆につまらないなとも思いますし、常に挑戦する気持ちは大事だと思います。小高選手の座右の銘決まりました。ありがとうございました、はい、いやこちらこそありがとうございました。頑張ってください、はい、頑張ります。SF 調査隊です。こんにちは、はい、立川監督、ズバリ座右の銘を教えてください。座右の銘、うん、いやないない意外と何も考えてやってないですもん、レース。あ、やっぱ意外と考えない方がいいんですか。考えすぎてもダメ。まあそうですね。逆に今までどなたかから言われた言葉ですごい響いたものとかってありますか。あ、これなんか嬉しかったら。何もないっていうのもなんか、ね、言いづらいですよね。いやもうありすぎても思い出せないです。たくさんあるということですね、うん、はい、いやでもちょっと座右の銘ちょっと今考えてもらっていいですか。かっこいいのお願いします。いやいや難しいな。まあよく寝る。まあよく寝ないとね、体力勝負なので。そうよく寝てよく食べて、はい、気にしない気にしない、いい言葉です。よく寝て気にしない、はい、立川裕二監督でした。はい、ありがとうございました。はい、まだSF 調査隊です。このテンションでいきます。ちょっと無理です。お願いします。じゃあズバリ坪井選手にお聞きします。はい、坪井選手の座右の銘教えてください。座右の銘、あの昔中学校の時そのバスケットボール部だったんで、バスケットボールの漫画を読んでたんですけど、そこになんか努力は無限って書いてあって、それを大事に、はい、してます。努力をすれば、はい、叶うことはあるんじゃないかと。それを今でも心に刻んでレースを戦っているという感じですかね。はい、あんま覚えてなかったですけど今はい、そういうことにしましょう。じゃあ今日から思い出して、はい、そうですね、思い出してまた頑張ろうかなと思います。はい、折り返し、そうですね、はい、頑張ります。優勝目指して、はい、頑張ります。はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。 SF 調査隊です。はい笹原選手、はい、ズバリ座右の銘を教えてください。座右の銘ですか。はい、意志あるとこに道あり。おー、はい、フォーミュラーに上がり始めたぐらいですかね。たまたまそういう言葉を目にした時に響いたなっていうところがあって、みやびんはですね、はい、座右の銘を持っていなくて、ドライバーの皆さんの素敵な座右の銘を聞いて、はい、ちょっと真似をしようかなと思ってるんですけれども、みやびん今笹原選手の聞いて率直にどうでした。はい、ちょっとよくわかんないなって感じです。おい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 、見つかるといいですね。頑張ります。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。